キツネ1号さん、おはよう。おはよう。キツネ2号さん、おはよう。おはよう。おはよう。5時に起きたの？いや、結構早く起きてたよ、今日。結構早く起きてた。入ったわ。なんかあれだな、俺そろそろ寿命近いな。なんか体調悪いマジで最近。キツネ3号さん、今日頑張るね。今日頑張る？今日なんかあんの？今日も頑張る？俺頑張ってる人好きだよ。今日頑張る。いいね。頑張ってる人好き。頑張ろう。誰も認めちゃくれないけど。キツネ4号さん、なんで頑張らないの？なんかね、体調悪いね。痛いわけじゃないんだけど、なんかこれまずいなって思ってる。外配信？外配信じゃないよ。ちょっと写真撮る。ちょっとコーヒー買ってくる。キツネ1号さん、風邪？キツネ6号さん、静止画。キツネ1号さん、夜なくなっちゃった。キツネ7号さん、作動。キツネ8号さん、始動。キツネ9号さん、ベンズ来たか。キツネ1号さん、定期無視はコーヒーを買いに出かけてます。しばしお待ちください。キツネ10号さん、ベンズ届いた。キツネ7号さん、須藤。キツネ11号さん、監督おはようございます。キツネ12号さん、鉄道。
おつぼ。キツネ3号さん、レンズ届いたってマジ？キツネ13号さん、ガーデンプリンシスか？十五さん、しまちゃんどこ行くの？どこ行かい？きつね十四号さん、おめでとう。きつね十五号さん、飯食って一発抜いて枠開けただろ、知ってるぞ。きつね一号さん、PC 届いた？それ、PC 買ってないよ。キツネ11号さん、何撮るの？キツネ5号さん、家の前で撮影？うん。キツネ16号さん、望遠レンズ忘れんなよ。キツネ11号さん、空撮ってるの？そう。キツネ14号さん、高級レンズの質感はどうだい？キツネ4号さん、カメラマンやってくれる人いるのになんでお前は台本作らないの？キツネ7号さん、天体観測ですね、わかります。キツネ10号さん、のりこのパンツ取ろうわら。キツネ15号さん、風景とか撮りたいときにどうしても通行人って映っちゃったりすると思うんだけど、どこまでがボケとか線引きあんの？キツネ12号さん、見えないものを見ようとして。キツネ17号さん、おはようです、ワドツ。キツネ11号さん、映画って何ヶ月いで作れるの？人によるんじゃん。キツネ4号さん、通行人が映っちゃったらネットに上げたらダメだろ。キツネ18号さん、アホの頂点。キツネ19号さん、変なおじさんだ。キツネ4号さん、テレビだって薄くモザイクかけるのに。キツネ17号さん、朝から素晴らしいですね、風邪ひかないように。キツネ11号さん、寒い中大変だよね。キツネ20号さん、意識高いけどこの人なんも結果残してないよな。キツネ15号さん、マジでそうなるとかなり撮るシーンって限定されるな。キツネ7号さん、ヒロ君の鼻の横のしめじを撮ってください。キツネ21号さん、キャメラおじさん。キツネ10号さん、ちびちび飲むな。キツネ19号さん、盗撮おじさん。キツネ14号さん、通行人映らないようにするには絞りをいっぱい絞ってスローシャッターにするんだよ。キツネ22号さん、もうすぐ生ポに戻りそうだな。キツネ7号さん、ヒロ君の鼻の横のしめじをすくってください。キツネ15号さん、そういうテクニックがあるんだ。キツネ18号さん、嘘の限界。キツネ19号さん、貧乏人の家の特徴、ビニール傘が玄関に数本ある。キツネ23号さん、映画作ってるの？キツネ17号さん、今撮ってるの？キツネ4号さん、タバコ吸いながらって舐めてるな。キツネ24号さん、レンズフードの使い方が素人だな。キツネ16号さん、ただボタン押すだけ W。 キツネ4号さん、気だるそうにシャッター切るな。キツネ19号さん、定点おじさん。
ネ25号さん、インターバル設定つこえよ素人が。キツネ18号さん、イライラしてるわらわらわら。キツネ16号さん、定点ばっかだな。キツネ19号さん、カメラの無駄遣い。キツネ5号さん、カチカチ音いいね。キツネ24号さん、こんな撮影で監督気取りかよ。キツネ9号さん、てかフード使ってないし。キツネ24号さん、マジでゴミクズだな。キツネ19号さん、悲鳴わら。キツネ26号さん、アンチが文句を言ってる間に、カズミチはこうして行動してる。この差だよ、わかるか、ニートアンチども。キツネ17号さん、音いい、落ち着く。キツネ4号さん、監督なんだろ、なんで写真ばっか撮ってんだよ。キツネ24号さん、お前、日本の映画界に失礼だよ、ゴミクズ。キツネ4号さん、行動してるって、行動してる方向が違うだろ、わら。キツネ27号さん、今日の午後はマギフ5万円届くみたいです。キツネ28号さん、今日届きますか？キツネ19号さん、ごじきおじさん。キツネ29号さん、ワドちゃんはきらめきがあるお方。キツネ5号さん、タイムラプスだから。キツネ23号さん、はい、ブロックで S。キツネ4号さん、今ツヤも、囲いは行動してる、やってるで、結果を残さなかった。キツネ17号さん、すげえな、アンチ好きなことやることは、勝手だろう、じゃあみんなよ、消えろよ、この枠から。キツネ15号さん、行動に方向性なんかある、うか敷かれたレールしか歩けない人の発言だぬあ。キツネ24号さん、タバコ吸いながらがゴミです。キツネ25号さん、タイムラプスでベリーズ使いなよ。キツネ30号さん、なんだこいつ。キツネ19号さん、おまわりさん向かってます。キツネ29号さん、ワドちゃんは大器晩成なわけだから、観覧シンクがあるわけ。キツネ8号さん、4拍子に1回シャッター切ってる。キツネ26号さん、暴行なんかどうでもいい、何もしないよりマシ。キツネ10号さん、ノリコのパンツでも取ってろ。キツネ4号さん、暴行は大事だろわら。キツネ29号さん、ワドちゃんは自由人永遠の旅人。キツネ19号さん、近所にこんな塔映してるハゲいたら迷惑。キツネ18号さん、人生から逃げたメガネ。キツネ1号さん、和道は勝ち組。キツネ31号さん、大器晩成って成功した結果を残したやつを指す言葉だろ。キツネ12号さん、いいから働けや、ハゲ。キツネ4号さん、勝ってないじゃん。キツネ24号さん、こいつマジで写真の専門学校を行ってる目にもバカにされてます。キツネ17号さん、疑問とか言うなら見ないでください。キツネ4号さん、結果出してないのに勝ったとか、行動してるとかおかしいよな。キツネ29号さん、ワドちゃんは自分の個性を保っていましたに、粉マジ代から傷つきながら耐えられている。キツネ28号さん、なぜこんなにアンチしかいないのわらわら。キツネ16号さん、リズム感全くないな、 www.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 
ラバラのシャッターリズムわら。キツネ9号さん、ワドカコイは詐欺を肯定するんですね。キツネ10号さん、フード使えよ。キツネ1号さん、詐欺とは思ってない。キツネ4号さん、厳しいこと言うと、好きなことやるなら自分で全部金稼いで人に頼らないでやれってことな。キツネ12号さん、囲いは精神疾患です。キツネ4号さん、自由に生きるならわかるけど抱きしめるって何わら。キツネ36号さん、花火をプレゼントしました。キツネ24号さん、一つ言わせてください。このゴミの映像はカメラ持ってたら誰でも撮れます。キツネ15号さん、支援来てくれる人がおるんだから別にええやん。それこそ金も出してくせに人の生き方に文句言うとか何様なのよ。キツネ18号さん、全部ハゲてるよ。キツネ19号さん、チラッわら。キツネ31号さん、花火込めでこっち見たわら。キツネ37号さん、わろた W。キツネ18号さん、チラわらわらわら。
キツネ26号さん、アンチも手がないよな、いつまで過去の言葉か。キツネ4号さん、26号は家の中で何やってんの。キツネ38号さん、機材届いたん。キツネ23号さん、花火に反応わらわら。キツネ39号さん、ツバクソの父はアフリカ民族のおばさん。キツネ36号さん、大花火をプレゼントしました。キツネ26号さん、15号さんの言う通り。キツネ19号さん、うわ、ごじき花火に反応しやがたわら。キツネ42号さん、花火プレゼンしました。キツネ33号さん、閲覧めちゃ増えてるじゃん、わらわらわら。キツネ31号さん、おやつって言った敵の犬の反応と同じでわろたわら。キツネ16号さん、その前に600万返してください。キツネ43号さん、こいつお薬さんだろわら。キツネ33号さん、嘘だよバーカ。キツネ14号さん、ファンタスティックありがとう。キツネ29号さん、傷つきながら耐えられているわ、どちゃんはセクシー。キツネ4号さん、精神疾患は和道だよ、病院行って診断されたって自慢してたし。キツネ34号さん、アイテム投げてない人読み上げます。キツネ25号さん、1時間シャッター切っとけ。キツネ9号さん、詐欺は過去のこと、今だって映画撮る撮る詐欺でしょ。キツネ19号さん、あれイライラしてリズム早くなってるね。キツネ17号さん、マジアンチ消えて。キツネ33号さん、大花火を10発プレゼントしました。キツネ23号さん、花火で反応マジで小じきやな。キツネ10号さん、花火をプレゼントしました。キツネ18号さん、チラ来るよ、わらわらわら。キツネ4号さん、映画撮りたいなら早く映画撮る準備をしろよ。キツネ8号さん、www.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 キツネ2号さん、チラ。キツネ45号さん、スターマインをプレゼントしました。キツネ9号さん、花火に反応わらわら。キツネ33号さん、花火を10発プレゼントしました。キツネ34号さん、投げる人いないのにこっちみんな。キツネ4号さん、愛を表現わら。キツネ12号さん、笑い男とピンには気持ち悪い。キツネ3号さん、8号つまらん。キツネ20号さん、無名意識高い映画監督。キツネ24号さん、ダサいカメラ、プロはソニーなんて使いません。キツネ16号さん、花火をプレゼントしました。キツネ33号さん、大花火を10発プレゼントしました。キツネ4号さん、努力している人には見えません。キツネ8号さん、カシャ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 カキツネ18号さん、クソワロたちらわら。キツネ16号さん、ワートをプレゼントしました。キツネ31号さん、安定の口呼吸。キツネ2号さん、意識だけ高い系配信者。キツネ29号さん、ミナを作品にお願いいたします。キツネ3号さん、花火を1万発プレゼントしました。キツネ47号さん、朝から元気がいいわ。キツネ12号さん、ワードをプレゼントしました。キツネ4号さん、クリスマスツリーをプレゼントしました。キツネ49号さん、クリスマスツリーをプレゼントしました。キツネ17号さん、かわいいな8号、言われたらもっとやり始めた、かわいい子供だな。キツネ18号さん、もう次の笑いに変えてくれ、みな最高わら。キツネ19号さん、僕マー君がそちらに向かっています。キツネ34号さん、意固地になってる、こんなドクラスに一人はいたな。キツネ24号さん、オレオレ詐欺の受け子が愛語るな。キツネ10号さん、クリスマスツリーをプレゼントしました。キツネ24号さん、アイテムゼロです。キツネ27号さん、エセアカをプレゼントしました。
キツネ4号さん、僕マー君は来週の月曜日試合だね、楽しみだね。キツネ47号さん、出したらチンゲーしっかり拭いてね、匂いから。キツネ31号さん、これが例の50万の機材ですか、わら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 。キツネ1号さん、100人が見てます。キツネ3号さん、モノホンの花火をプレゼントしました。キツネ23号さん、花火を10発プレゼントしてません。キツネ50号さん、横顔言ってる。キツネ42号さん、花火プレゼントしました。キツネ51号さん、パールをプレゼントしました。キツネ9号さん、花火込めの時だけこっち見るな。キツネ2号さん、 www。 キツネ12号さん、もうすぐクリスマスですね、自分の子供にプレゼントくらいあげたらどうですか。あ、認知してないのか、わらわら。キツネ48号さん、招き猫をプレゼントしました。キツネ8号さん、フルごと起動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 。キツネ47号さん、朝から人望いじり倒すとか若いわ。キツネ2号さん、のりこをプレゼントしました。キツネ39号さん、つばくその乳輪の直径は7。キツネ36号さん、ふ。キツネ52号さん、50万の機材について説明しろ。キツネ1号さん、100人超えた、さすがはどう。キツネ34号さん、39、わら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 。キツネ45号さん、大花火を2発プレゼントしました。キツネ36号さん、スターマインをプレゼントしました。キツネ53号さん、監督って何。キツネ22号さん、何の病気ですかこれ。キツネ54号さん、基地外アンチが手のひらで踊っています。 W。 キツネ7号さん、フルごときなんですか。キツネ26号さん、千葉ピノキオアンナ。キツネ3号さん、ドンチをプレゼントしました。キツネ55号さん、千葉ピアノ。キツネ56号さん、え、何してんの。キツネ8号さん、キツネにしてるから閲覧伸びてるだけだよ、わらわらわら。キツネ57号さん、フルごとき。キツネ19号さん、島津に懲役15年をプレゼントしました。キツネ25号さん、ワンフロットの三脚はどうなった。キツネ58号さん、キツネにしても閲覧伸びないやつは伸びない。キツネ1号さん、土曜日の朝からアンチ活動お疲れ様です。キツネ22号さん、音を映してんだこいつは。キツネ59号さん、腐れゲドウ。キツネ7号さん、大豆のおっさんをプレゼントしました。キツネ12号さん、子供はサンタクロースを待ってます。あ、認知してないから意味ない、かわらわらわら。キツネ26号さん、ツバニアウの顎のかけらをプレゼントしました。キツネ33号さん、家の中でやってください。キツネ60号さん、123カシャ。キツネ3号さん、ゴールデンをプレゼントしました。キツネ57号さん、フルごとき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 。キツネ29号さん、ワドちゃんは優しさゆえに愛されるお方。キツネ54号さん、アンチコメントがふわっちポイントになるって知っているか。キツネ19号さん、僕マークが和道に切れてます。キツネ14号さん、この方は。キツネ61号さん、うんちゃんおはよう。キツネ12号さん、優しいやつが子供認知しないて、わら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 。キツネ62号さん、これ自負じゃないよな。キツネ50号さん、聞いてるのか聞いてるのか。元気があってもフルごときできない、親指鍛えても捨て頃勝てないよ、わら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 。キツネ63号さん、こじきは消えてくれ。キツネ9号さん、こいつ認知していないしてない子供いるの。キツネ64号さん、何年やっても中堅以下配信者。キツネ58号さん、ジフワロタわらわらわら。キツネ12号さん、いるよ子供。キツネ65号さん、のりこのマンコは雲の巣が張ってる。キツネ1号さん、1コメントは1ポイントになります。キツネ57号さん、フルごとき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 。キツネ22号さん、おとなしく生ポに戻れよ。キツネ19号さん、僕マー君から逃げる人生、わらわらわら。
狐八号さん、大花火をプレゼントしました。狐七号さん、古ごときなんですか？狐六十号さん、これ何中？狐六十六号さん、一軒家？狐三十四号さん、シャッターそろそろ壊れませ、アンさん。狐二十六号さん、どれ55歳？俺は頭良くて、背も高くて、喧嘩も、ひょうへいへ、www わらわらわら。狐十四号さん、ファンタスティック。狐五十五号さん、卵味噌だよ。狐二十九号さん、ワドちゃんマン。狐五十八号さん、石野をプレゼントしました。狐六十三号さん、こいつバカなの？狐六十六号さん、アマゾン届けく？狐二号さん、アイテムゼロデイス W。狐十九号さん、聞いてる聞いてるわら。狐五十四号さん、アンチが大花火をプレゼントしました。狐五十五号さん、パルパル緊急配信。狐六十七号さん、映画の監督。狐五十七号さん、古ごとき古ごとき古ごとき。狐十二号さん、底辺には底辺が集まる。よって人気と笑い、男は底辺。狐三十四号さん、腐った枠だな、まったく。狐九号さん、子供いるんだ。お金ちゃんと送っているのかな。狐六十八号さん、和道サンドバッグ祭りの会場はここですか。狐十八号さん、花火は無理だろ。狐六十九号さん、アイテムタイムの曲お願いします。狐二十四号さん、このゴミとリングで戦いたい、絶対負けません。狐七十号さん、今日も無駄に出かけるのね。狐二十九号さん、ワドちゃんは耐えられている、傷つきながら耐えられている。狐七十一号さん、詐欺師ハゲ。狐七十二号さん、何が監督だ。狐七十三号さん、ワドサーアンのりこさんの誕生日に平込めしてごめんなさい。狐十九号さん、低点盗撮。狐三十一号さん、ワドちゃんは耐えられてる、わら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 。狐十四号さん、龍がごときくるごとく。狐七十四号さん、監督なんてよく言えたもんだ。狐六十七号さん、すごい監督なの？狐七十一号さん、アイテム禁止枠ですか？狐六十七号さん、何の監督なの？狐十九号さん、おばあさんから奪った600万円返せ。狐五十四号さん、アンチが冷や舞を発症しています。狐三十一号さん、エラー監督です。狐十二号さん、古ごときだ。狐五十二号さん、50万の機材はどうなったんだ？狐七十六号さん、和道さん、おはようございます。狐七十号さん、監督とかうぬぼれて面白すぎる。狐十九号さん、デフなら。狐七十七号さん、花火をプレゼントしました。狐六十七号さん、和道監督って何の監督なの？狐三十一号さん、おはよう監督。狐六十号さん、築三十年。狐七十八号さん、監督なんかじゃありません。狐七十号さん、居候先。狐七十五号さん、弟子取ったな。おはよう。狐七十七号さん、映画監督。狐二十九号さん、和道ちゃんは大ちゃんファミリーきっとそのうちやってくれる。自分で監督が来たくだね。狐42号さん、花火プレゼントしました。狐24号さん、監督ではなくお礼で寒かった。狐67号さん、はじめまして。狐19号さん、受け子和道。狐57号さん、花火を投げていいですか。狐74号さん、監督の才能はないよ。和道くらいのレンズまだだね。映像系を専門してる学生でも作れるレベルだわ。狐68号さん、囲いを結束するためのアンチ枠、騙されるな囲い。狐29号さん、アニメの撮影ありがとう。狐39号さん、銀河へ、ダクソがザリガニの腐った匂い。狐80号さん、ワドツおはよう。狐75号さん、ハゲ直せ。狐26号さん、レンズがまだボンです。レンズまだね。
シグマじゃないよ。何のレンズなの？標準レンズキットとかあったけど。なんていうやつなんだろうね。ルアーの使い方はプロに教えてもらったよ。ブロアはこう使うの。こう風を流す下に。素人はこうやってやっちゃうの。こうやって直に当てるの。流すの風を下に。こうやってやるの。紙切り行こうかな。あ、いえ、全部読めてるよ、大丈夫だよ。全部読めてる、読めてる。普通にあのコメント書いてくれていいよ。映画監督のイタコデーに磨きがかかってきたなわら。キツネ86号さん、そういうカメラって簡易とこから温かいと子に行ったとき結露って大丈夫なの？結露ダメ。キツネ87号さん、でかかみの手切りに行け。キツネ69号さん、定期を1秒ごとにお願いします。キツネ88号さん、 BGM うるせえ。BGM うるさい。カズミチ超絶大監督に改名しろ。キツネ54号さん、米を稼ぐ日だからブロックなし。キツネ74号さん、おでこや巻くない。キツネ29号さん、ワドちゃんは大変なの分かり合えたらきっといつか。キツネ52号さん、レンズは届くのか。キツネ89号さん、ハゲたな。キツネ87号さん、に粉マ時代の15人くらいの時よく見てたぞ。キツネ75号さん、うわ最悪失敗した。おでこの山に捨てたか白状しろ。キツネ83号さん、今回はいつ飽きるの。キツネ19号さん、うわ失敗したっぽいな。大切にしてないな。キツネ85号さん、金あるの。キツネ14号さん、レンズそろそろ届くね。キツネ19号さん、ざまあわら。キツネ7号さん、ハゲてはないでしょ。失敗したかもしんない。キツネ54号さん、配信しながらだと撮影しにくいよな。まあまあしにくいね、撮影はね。でも俺もさ、配信で飯食ってるから配信やんないと食えないかんね。アイテムゼロか。あ、 ありがとうございます、ニコ生の時。ありがとう。まだふわっちでこじきしてるのバカなの。キツネ7号さん、ハゲてはないでしょ。ちょっとハゲてるだけで。キツネ54号さん、アンチさん、アイテムお願いします。キツネ14号さん、何時にレンズ来るかワクワク。わかんないね。キツネ91号さん、おはようございます。キツネ35号さん、配信ってこんなにアイテムなくて食えるのか。キツネ26号さん、レンズ届いたらアンチさんも喜ぶよ。キツネ52号さん、レンズは来ないのか。キツネ92号さん、若いのに髪が薄くなってきてるのにかわいそう。キツネ28号さん、レンズ早く見たいですね。キツ
連打早く見たいね。まだ届いてないね。花火をプレゼント。狐94号さん、何が和道監督や何の監督笑いバカ。狐63号さん、こいつバカなの。狐80号さん、流れがすごいのでこのまま見てます。常75号さん、ツリー3本と花火少々しか飛んでないから今日よかったね。狐95号さん、馬監督。狐96号さん、のんちゃんは。狐97号さん、馬鹿でエレース本人気づいてませんが。狐74号さん、あのね、馬鹿だから監督ができるんだよ。狐3号さん、花火をプレゼントし、わーらららせんでした。ブロック入れるよ。あら、ブロックや何のカス監督さん。狐93号さん、最近は低予算の映画がミニシアターで売り込みすごいね。狐98号さん、ふわトレでするとんて人が1位取れなかったら教授マルツするって。狐95号さん、馬監督。狐35号さん、花火はエナタヌさんの分ですよ。狐26号さん、アンチも面白い人いるね。ただやっぱ旅を越えた暴言はあかんと思う。狐1号さん、のんちゃん元気かな。狐87号さん、まあまあ、どう越えた暴言はダメだよね。外してダメだよね。狐63号さん、こいつバカなの。狐97号さん、昨日の余裕はどこへ。狐94号さん、のんちゃん、薄ババアやん、笑い笑い、不祥。狐3号さん、好きな時に好きな人と、あとなんだって。狐93号さん、海老原スケゾーもホラー映画作ってるね。早い者勝ち、何だが平気か。狐75号さん、ブロック入れてもいくらでも出直せる。狐74号さん、人が作った音楽を流用するな。狐99号さん、狐いきりよ女。狐68号さん、解放に閲覧負けてるよ。狐100号さん、ワドちゃん大好きよ。狐61号さん、解放を抱きしめてやれよ。狐101号さん、早川あるくん。狐102号さん、ジャガ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 。狐93号さん、海老原スケゾーのビデオカメラ 8K 対応だったな。 8K 対応すごいね。狐103号さん、監督ごっこまだしてうの。狐74号さん、ダバコを加えながら作業するとかっこいいと思ってる痛い中学生みたいだな。狐14号さん、 8K すげ。 8K すごいな。高いやつだろうね。キツネ69号さん、ヒゲオスさん。キツネ104号さん、朝5時過ぎから配信してたよね。いや、朝5時の時は寝起きだね。キツネ75号さん、雑誌9の撮影何時から。ない。キツネ52号さん、レンズまだかぬあ。キツネ93号さん、毎度思うけど、エビハラはなんであんな金あるんだろう。ツイキャスのキートスかなんかじゃないの。キツネ98号さん、シルバーはどうしたんだい。キツネ102号さん、ジャガ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 ジ
ネ105号さん、和田さんおはよう。おはよう。キツネ83号さん、くわえたばこわら。キツネ14号さん、金持ちは金を持っているのではない。金の入るシステムを所有しているのだ。キツネ106号さん、よう、配信サイトの釣り師、今日はたくさん釣れたかい？キツネ68号さん、1万人リア凸はあと何人だい？キツネ107号さん、今日は何か届きますかね？キツネ3号さん、金は有り余ってるけど、配信者どもには1円もあげましえん。キツネ69号さん、レンズが50万なんですか？キツネ108号さん、おはよう。おはよう。キツネ83号さん、カズミ治療団とか受ける。キツネ107号さん、白レンズ今。キツネ108号さん、今日も頑張ってね。キツネ109号さん、やいこらワド2。キツネ105号さん、疲れてる感じするけど大丈夫？疲れてるね、ちょっとね。キツネ110号さん、絶対今回も嫌がらせだって。キツネ75号さん、タバコ吸いながらじゃないと配信持たない。未だに素人配信だな。キツネ93号さん、50万の支援はどなたか分かったのですか？分かんないね。キツネ111号さん、映画頑張ってくださいが楽しみです。今キツネ112号さん、ワーフロットの三脚あったらすごいいいね。筋金入りの勘違いやろうと聞いて WW オツ。キツネ106号さん、リスナーにレンズの話をさせるための地面に乗せられてるんじゃないよ。キツネ107号さん、ワンフロットの三脚。意外鮫島さんはブッキングしてないね。若さんは今年1年で1億円稼いだ。全然出るって言ってもらえたらもちろん出演してもらうけど。はい、ワド2ハートありがとう。おはよう、ハートありがとう。キツネ97号さん、あれ、詐欺師が詐欺られたのね。キツネ63号さん、こいつにアイテムあげるバカいるの？みんなで無視すること？キツネ105号さん、いとしごさんメイク担当させて知ってたけどどうなったの？キツネ54号さん、バートサンキュー。キツネ83号さん、シルバーの時も職人になりきってたよな。結構うまく取れてない。キツネ114号さん、解放とセフレってま。雲良かったから綺麗に取れたね。108号さん、綺麗だな。綺麗だね。うまくいったんじゃないかな。113号さん、和道さんがおもろいのはエネルギーが体内から湧いてるからだね。キツネ115号さん、結構綺麗だよね。そんなに悪くないと思うんだよね。すごい。キツネ116号さん、そうそう、こうなるの。キツネ97号さん、悪くないね。使えるね、この素材。配信者とか笑える。キツネ1号さん、こうなるのね。キツネ108号さん、センスあるじゃん。綺麗だね。58号さん、綺麗だな。大丈夫だと思うんだよな。今日雲いいね。他も撮りたいな。キツネ113号さん、これ何？これさっき撮ってたやつ。キツネ75号さん、雲は誰が撮ってもそれなりになるんだよ、バカ。キツネ110号さん、ただのタイムラプスやん。キツネ108号さん、めちゃいいな。キツネ3号さん、正直どうでもいい映像。キツネ110号さん、和道の色は？キツネ112号さん、キャラの出せない監督。キツネ97号さん、わあすごい、よかったね、才能あるね、わらわらわら。キツネ117号さん、自然が美しいだけ。キツネ116号さん、外に行こうか、晴れるし。キツネ113号さん、もしかしたら配信やめて美術に移った方がよくね。キツネ68号さん、2020年公開って笑えますね。キツネ118号さん、ジャンプみたいです。キツネ104号さん、雲は誰でも雲わらわら。キツネ119号さん、ただ雲取ってるだけの脳なし WWW。キツネ63号さん、ふわっちから消えてくれ。キツネ97号さん、一人オリンピックらしいぜ。キツネ120号さん、アブオを取ってないの？キツネ121号さん、センスねれんだよハゲ。キツネ25号さん、もっと面白い映像撮れよ。キツネ103号さん、チンコ写しとけ。
キツネ78号さん、助監督は見つかったの？キツネ115号さん、宝の持ち腐れとは濃いうのですね。キツネ83号さん、阿部監督の方が楽なんじゃね？キツネ110号さん、そのカメラ行かせてる？キツネ3号さん、花火をプレゼントし、まあ、せん。キツネ63号さん、お前バカ。キツネ120号さん、AV なら出たいです。キツネ104号さん、アンチリスナーの願いは引退。キツネ31号さん、しばらくタイムラプスで、監督詐欺やルゾ W1 年後も同じことやってそうわら。キツネ83号さん、口開いてるぞ。キツネ119号さん、お前、前髪どんどん交代してるな WWW。キツネ97号さん、ハリウッドと肩が商業的だろわあげ。キツネ110号さん、ディスコメしかなくて M。キツネ63号さん、ごじきくん。キツネ69号さん、ワード1個だぞ、囲いは休日か。キツネ116号さん、50万円花火上がったって本当なの？キツネ75号さん、口開けっぱなしバカなんだろうな。キツネ112号さん、音声、タイムキーパーなどのスタッフがいない。キツネ68号さん、人の金で遊んでいたいだけだよね。2020年って WWW。キツネ117号さん、ランハゲみたいになってきたな、頭。キツネ25号さん、タイムラプスなんてこすられすぎて、普通じゃつまらんよ。キツネ106号さん、ワドウは配信者ではないね、配信サイトを利用したただの小じきだよ。キツネ3号さん、どれとか数道とかゴミかすには1円もあげましえん。キツネ97号さん、名前小じき監督にしたら。キツネ63号さん、引退詐欺。聞いた方がいい、こいつは詐欺師メンタルだから。キツネ112号さん、囲いさん頑張れ。キツネ31号さん、しょうもない嘘をつくからしゃあないわら。キツネ103号さん、監督ウークも見せて。キツネ122号さん、はい出た、僕聞いていません、私聞いてません。キツネ54号さん、アンチ読み上げなくて寂しいやろ。キツネ110号さん、理由なくて嫌われる人間はいない。キツネ120号さん、嘘つきなの？キツネ124号さん、年内完成やろ。キツネ26号さん、聞いてる聞いてるって優越感に浸って楽しい？虚しくない？君らの人生が豊かになる？ほんと考えなよ。キツネ10号さん、ちびちび飲むな。キツネ117号さん、小じき監督 WW、あはは。キツネ68号さん、ここまでアンチ多いのは身から出たうんこのせいだな。キツネ112号さん、囲いさん花火はよ。キツネ119号さん、実際元詐欺師だしな。キツネ10号さん、あごひげ汚い。キツネ29号さん、ワドちゃんの悲しみ怒り愛すべてが作品に反映されるわ、きっとだから。キツネ63号さん、お前の実力はこんなもんだぞ。キツネ105号さん、アンチうるさいからまた来るね、ワドさん頑張って。はい、頑張れよ、ありがとう。キツネ114号さん、豊かになる。
キツネ128号さん、囲い頑張れ。キツネ126号さん、メガホンを5個プレゼントしました。キツネ29号さん、ありがとう。ワドちゃんは愛ゆえに耐えられている愛ゆえに。キツネ69号さん、囲いの綺麗な花火を見に来てんだよ。キツネ103号さん、コーヒー飲んで何見ながら聞いてないふりしてんねん。キツネ129号さん、古ごとき引っ張りすぎでしょ。キツネ120号さん、ふわっち危ない人だらけだよ。オフパコとかめちゃくちゃしてるし。キツネ112号さん、囲いさん、監督のためにアンチを消すくらいの花火はよ。キツネ68号さん、優越感とか言ってると笑える。そうじゃないだろ W。キツネ129号さん、映画集金しすぎ。キツネ131号さん、コメントがまったりできてないね。キツネ122号さん、どれだけ自分が嫌われているか、興味持たれていないかわかりますか？率直に自分がどれだけ感覚おかしいかわかっています。キツネ124号さん、頑張るのは囲いだバカ。キツネ10号さん、花火をプレゼントするしました。花火ありがとう。おー、126号さん、花火ありがとう。あまりに低レベル、花火ありがとうございます。下押さんばっかなんだって思う。ありがとうね。花火ありがとう。レンズおめでとう。キツネ126号さん、アンチちゃん見せてあげるよ。キツネ124号さん、いいおばあさんがいいおじさんってわら。キツネ26号さん、アンチの人生朝から配信者を攻撃して優越感に浸る。WWW そりゃモテないわな。 W かわいそう。 W 爆笑したわら。キツネ127号さん、機材来た。キツネ107号さん、ドンチキ。キツネ69号さん、囲いの花火来たあわら。キツネ125号さん、機材見せて。キツネ54号さん、花火パチパチ。キツネ1号さん、花火パチパチパチ。キツネ133号さん、そうそうか。キツネ63号さん、お前も終わったな。リスナーをバカにしすぎたな。キツネ83号さん、何がアンチちゃん見せてやるよだわら。キツネ117号さん、500円ゲット。キツネ75号さん、一発だけ。ここはファンタスティックだろ。キツネ112号さん、囲いさんよく頑張った。爆投げはよ。キツネ134号さん、花火はノリが上げてます。キツネ69号さん、もっとだよ。 W 一発じゃ寂しいだろ。キツネ63号さん、ハゲ。キツネ120号さん、映画の内容決まってるんですか。キツネ135号さん、見せてあげるって一発だけわらわら。キツネ122号さん、とにかくですね、嫌われていても人気ある人は集まります。具体的にセンスも何も質もない、勘違いしているだけなんですよ。わかりますか？自己陶酔でなりきっているだけなんですね。キツネ136号さん、久しぶりに似たけど老けたな。キツネ78号さん、映画じゃないですよ、ただの定点観測。キツネ119号さん、一発だけ溶かしよぼ。 WWW。 キツネ28号さん、朝からこんな悪口ばっかり言ってて、あなたたちは1日の始まりをもう少し気分よくできないのですか。キツネ31号さん、一発だけで生きる生ぽ先輩わら。キツネ120号さん、普通のコメントも読んでもらえないの。キツネ122号さん、ね、わかります。コメント読むよ、これだけ嫌われているんですよ。キツネ75号さん、のりこ山から生還したか。キツネ112号さん、爆投げできてこそ真の囲い。キツネ125号さん、機材見せてちょうだい。キツネ69号さん、線香花火じゃアンチ消えないよ。キツネ117号さん、叩かれて聞いてる監督が面白いからね。キツネ133号さん、制作会社社長20発。キツネ6号さん、126号、もう終わりか、もっと投げろよ。キツネ78号さん、定点観測を映画とか作品というアホ。キツネ26号さん、囲いではないけどアンチコメの質があまりに低レベルすぎて、いい年下おっさんばっかなんだろな。キツネ136号さん、あら頭が。キツネ112号さん、28に爆投げ期待。キツネ139号さん、ワドさん、おはようございます。おはよう。キツネ83号さん、26号わら。キツネ134号さん、シルバーはやめたのか。キツネ136号さん、ワドおわらわら。キツネ75号さん、マジで花火一発。
狐138号さん、ワドは世話なったリスナーに嫌われたな。狐133号さん、126号社長なんだろ、塾長に負けるな。狐140号さん、和道さん最近おすすめの上位ですね。狐121号さん、シルバーはどうなったんだよ。狐31号さん、定期機材詐欺のため機材込めはソースルーさせていただきますわら。狐142号さん、おはよう。狐143号さん、監督と名乗ってから花火投げるのやめました。狐126号さん、今日はどうしたんですか、行かれてるアンチ湧いてるね。 WW 湧いてるね、アンチね。狐132号さん、コメント読み上げつけて出るのかな。狐26号さん、アンチもう10時だよ、さあ早く外に出て散歩でもしな、応援してるよ、わらわらわら。狐134号さん、ザクだよお前。狐107号さん、今日の撮影のロケどこでする。狐26号さん、141号ならお前がレベル高いコメントしてくれよ。 W もこらできないよねわら。狐140号さん、おしっこしたいからもう起きます。狐144号さん、26号は100発花火投げてからコメントしな。狐133号さん、126号コメントいらない花火はよ。狐54号さん、コメント1000で大花火1発ね。狐146号さん、何が監督や、笑ったわら。狐147号さん、アンチが嫌なら狐をやめてみてはいかがでしょうか。狐148号さん、むしろアンチだけだろ WW。 狐149号さん、昔遊びに来てたおばちゃん元気。狐69号さん、誰だろう昔遊びに来てた人って。狐140号さん、サメ島さん潜ってますよね、うん。狐29号さん、ワドちゃんは耐えられている強さを今育てておられる、ワドちゃんの強さ。狐138号さん、こんなに嫌われてる枠主も珍しいなわら。狐107号さん、巨匠は今日は台本書きですか。狐117号さん、少年野球チームの監督してるんですか。狐122号さん、他人事のようにスルーしているつもりなんでしょうけれどさ、これが現実なんですよね。もう一回言います、嫌われ者でも好かれる人はいます。狐152号さん、神主。狐140号さん、野球チームの監督わらわらわら。狐83号さん、笑い男もいるんだろ、頑張れよおいわら。狐26号さん、野球に謝れ。狐144号さん、26号はよ花火投げ。狐103号さん、通常枠みたいにバカみたいに語れよ。狐138号さん、8ケラ9割がアンチコメとは素晴らしいわらわらわら。狐153号さん、つまんねえ。狐106号さん、アンチコメが低レベルって言ってるど、ワドウが狐にしてる意味わかってる。狐107号さん、今日こそ佐川か黒猫で届きますよね。狐73号さん、のりこさんと別れたなら私と付き合ってほしいです。狐29号さん、ワドちゃんはあいうえに傷つきながらも耐えておられる。狐31号さん、巨匠わら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 。狐144号さん、26号は無料でコメントするな。狐141号さん、ここのリスナーも主もレベル低くすぎ。狐75号さん、126号は最近のリスナーだな。ふわっちで花火一発でアンチ退治できると思ってるんだからわらわら。狐133号さん、人には子供の世話しろよ。狐150号さん、女性を愛せるのってないですね。狐26号さん、106号さん、教えてください、お願いします。狐144号さん、花火100発くらい飛ばさないとアンチは消えないわらわらわら。狐107号さん、巨匠、今日はどこに行かれるんですか。今日どこも行かないよ。狐156号さん、和道、何買ったの。狐158号さん、和道さんって女を愛せるの。狐106号さん、26号、そのアンチコメを打つリスナーを必要としてるからに決まってるだろ、アホ。狐154号さん、かっこいい雰囲気出してるのやめてわらわら。狐103号さん、アンチのレベルが低いのはガチでこいつがキモいから笑えんわけ。狐83号さん、タバコ吸いすぎわら。狐155号さん、レベル高いの俺だけだな。
キツネ159号さん、おはようございます。おはよう。キツネ133号さん、ゲイ君の面会に行けよ。キツネ158号さん、人は誰も信用しないんでしょ。キツネ144号さん、キモー。キツネ140号さん、リスナーにレベルつけんな。キツネ115号さん、お前こじきスタイルもう限界なんじゃないか。キツネ144号さん、レベルとかバカの極みわらわらわら。キツネ26号さん、106号さん、そうだったんか、やっぱ詐欺じゃんこいつ。キツネ141号さん、これだからこいつは伸びない。キツネ140号さん、リスナーは主に合わせている。キツネ69号さん、囲いのレベルは高いのか、わら。キツネ144号さん、ほら、26号花火投げ。キツネ128号さん、花火をプレゼントありがとう。キツネ83号さん、リーバイスについて、あ、リーバイスね、そろそろファーストウォッシュしようかなとか思ってんだよね。キツネ7号さん、尼崎の花火をプレゼントしました。キツネ106、そろそろ一発目洗いたいなと思ってて、まだ一回も洗ってないんだよ、9ヶ月間。もう10ヶ月ぐらい経つかな。そろそろファーストウォッシュ入れたいなとか思ってんだよね。あ、全然配信者の方で依頼があれば全然撮りますよ、僕。全然撮りますよ、希望があれば。撮ります撮ります。荷物ついてないよ、荷物ついてない。あ、アーティストの人とか、あの、なんか、あの、表現のパフォーマーの人とか全然無料撮るよ、俺が時間空いてれば。愛子さん映画、あの、参加してくれるって、参加してくれる。お昼に届くかな、お昼に届くかな。クリスマスツリーね、すごいよね、クリスマスツリーね。あれ1個いくらだっけ、5000円だっけ、あれ1個5000円だっけ、すごいよね。とんでもねえよな。配送確認は、あの、購入した人しかできない。なプレゼント、俺が買ってるわけじゃないから、俺はできないよ。一発5000円。ワド、お疲れ様、みたいな感じ。ツリーのファンタスティックって10発ってこと？すげえな。さっきランキング見たら、1000万とかもらってるよね、水木ちゃん。すごいよね、ふわっち始めて2年ぐらいで1000万ぐらいもらってたよ。この数のアイテムでは生活できないから、うん。買った人枠見てない。あ、やべ、ゴミ、あ、ゴミまだ間に合う、ゴミ忘れてた。ゴミの日だ。でものんちゃんがやってくれてるから、
忘れてたな。人生舐めてないよ別に。173号さん、女性は職員に付き添われて県警に相談した。県警はここで騙されたふりをしてもらう作戦を展開し、キツネ97号さん、名前種軍曹でいいやん。キツネ173号さん、現金を受け取りに来た住所不詳無職の男20を3月に逮捕、さらに捜査を進め、8月末に千葉県内のウィークリーマンションで自称コンサルティング業の男27を逮捕した。キツネ93号さん、新しいガンダム NT について一言。キツネ176号さん、島津さんってかっこいいよね。キツネ75号さん、園長80歳だよな。地元の祭り配信やってたの見たけど。キツネ176号さん、島津さんに抱かれたいよね。キツネ63号さん、キツネにすると皆さんの本音が出るね。キツネ97号さん、ゴミがゴミ捨てに行く、一緒に回収されてしまえ。キツネ177号さん、まあこいつなりに頑張ってるから。キツネ152号さん、別れたの。キツネ54号さん、アンチ頑張れ WW。キツネ75号さん、園長の祭り配信クソ画質だったけどな。キツネ93号さん、のんちゃん別れのか。キツネ176号さん、島津さんってかっこいいよね。キツネ161号さん、初見です。なんでこんなに荒れてるんですか。キツネ178号さん、ここのアンチコメ参考になるわ。キツネ141号さん、ふわっち終わった。今日報をつけてる。
営業日報、山田リティとやりたいよって、なんで俺に言うんすか。やればいいんじゃないですか。僕山田リティさんじゃないですよ。いや別に恋愛は自由だとは思いますけど、恋愛は自由ですよ。スタイルすごいいい子だよね。雑貨って何？雑貨？雑貨って何だろう？荷物まだ届いてないっすね。髪の毛切ろうかな、そろそろ。髪の毛ってみんな何ヶ月に1回ぐらい来てくんの？どれくらいのペースで切るのが普通なんだろう？2ヶ月に1回。前回何、どれくらい前に切ったかな。月 1? 結構まめに切るんだね。半年は長くねえか。1.5 ヶ月。うん。あ、ホスト配信者は強いよね。強いと思う。半月 ?1 ヶ月半。まあ、じゃあ2ヶ月に1回は切ろうねって感じなんだ。前どれくらい前に切ったっけな。写真見ろ。これはホスト配信者になれないよ。散髪終了10月の18だから、あ、もう2ヶ月ぐらい経つか。髪の毛切ってこようかな、今日。ちょっと伸びたよね。肩まで伸ばさないよ。肩まで伸ばさない、伸ばさない。髪の毛切ってくるか、今日。初見さん、おはようございます。おはようございます。どんな髪型にしようかな。いや、散髪は別に無駄遣いではないでしょう、うん、女の人だとね。配信者で誰がタイプ？綺麗だなって思う人？ああ、誰だろうね、綺麗だなって思うの。あ、まあ綺麗な人たくさんいるからね、ふわっち。うん、初見さんいらっしゃい。綺麗な人たくさんいるから、うん、ズンズンっていう人綺麗なんだ。どうしようかな、単発にしようかな。
確かにバランス悪いよね今。今日切ってこよう。50万円の機材プレゼント多分届きますね。多分今日届きますね。黒く染めたよ。真っ黒にしたばっかり。黒く染めたよ。坊主？あ、田中はまあ美人だね。田中見た目すごい綺麗だね。なんかエリリカの、なんかエリリカに顔似てない？エリリカのなんか綺麗なバージョンっていうか、エリリカ系の顔だよね。今から行く？田中は確かに美人だな。今から行くかな。くっつんボーイッシュだよね。短い方、短くする？なんか前髪伸ばしてくれって言われてたんだけど、リスナーさんに前髪残してって言われて、俺は短髪の方が好きなんだけど、どうしよう。機材確実にもらえると思うよ。受け取れば多分ね。機材まだ届いてない。前髪残さないとまずい。横だけ切る？どうしよう。名乗ってないっすね。横の毛が多いね。ちょっとね、横の毛多い。短いのだと写真どんなの、どんな感じかな。伸ばしたことが人生でほとんどないんだよね。一番短い時はこれくらいだけど、これが一番短いくらいかな。うん、短い方が似合う？どうだろうな。反発ね。うん、うん、髪赤いの似合ってた。どうしようかな。まあまあ整えるぐらいでいいか。長さ後ろを短くしてもらって、後ろ短くしてもらって。いや、髪とかファッションに年齢関係ないと思うよ。いくつだよ。いつの時代の話してんだよ。もう21世紀に入っておじいちゃんかな。髪の切りいくよ。生活費のカウントはリスナーさんが嫌だって言ったから消した。赤毛のイメージあるよね。モヒカンがいい。赤毛がいい。もう黒くしまっしちゃったかんな。もう黒にしちゃったかんな。ちょっとひげ剃らして、あの今から美容室行くからひげだけ整えよう。ひげ整えないと失礼になるから。
ちょっとあのひげ剃ります。ヒゲ剃り配信。ヒゲ剃ろう。え？98号さん、わらわらわら、キツネ103号さん、雲の動きが綺麗だった動画のいいね一つはどう思われますか。キツネ181号さん、ハクワー、キツネ150号さん、まず口におる、キツネ200号さん、無駄に腹開け、キツネ194号さん、わざとらしい、キツネ181号さん、ナルシストハゲレ、キツネ198号さん、わら、キツネ73号さん、王の赤と腹毛が、ハンク。キツネ181号さん、豚野郎。キツネ69号さん、顔やめろわら。キツネ200号さん、せけはねえのかよ。キツネ183号さん、荷物はどうするの？キツネ83号さん、うるせえ。キツネ199号さん、おええ、気持ち悪い。キツネ63号さん、みんなでこいつブロックする？キツネ176号さん、のりこがいない部屋で、かずみちさんに抱かれたいよね。キツネ181号さん、気持ち悪い。キツネ150号さん、あ、やっぱ頭頂部薄いわ。キツネ194号さん、眉毛もやれよ。キツネ184号さん、え、おでこにバリカン？ショウ。キツネ105号さん、そこひげじゃないよ。キツネ115号さん、でこ何してんの？キツネ188号さん、え、カミソリしてもらわないのか？キツネ181号さん、どこやいてや。キツネ200号さん、キーン。キツネ54号さん、おすすめ1位のヒゲ剃り。キツネ75号さん、あらお前30代でかなりいっちゃうな。キツネ182号さん、バリカンわら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 。キツネ176号さん、のりこが出かけた時に、かずみちさんの部屋で抱かれたいよね。キツネ62号さん、ハゲ取るやないか。キツネ150号さん、爆発わら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 。キツネ159号さん、バリカン、早まらないでね。キツネ183号さん、のりこさんはどうしたの？キツネ201号さん、あ、ワドアット。キツネ176号さん、のりこに内緒で、かずみちさんに抱かれたいよね。キツネ150号さん、白髪あんハゲわら。キツネ200号さん、ちょハゲ取るやないかい。キツネ54号さん、からだけも剃ってね。キツネ181号さん、ベジータウル西洋ファイナルフラッシュしてよ。キツネ202号さん、お尻すにズラを入れておいて。キツネ182号さん、映画白髪あんハゲ。キツネ150号さん、うわあ W 頭頂部わら。キツネ201号さん、おでこから交代していくハゲだな W。 キツネ203号さん、解放ってやばない。キツネ176号さん、のりこに内緒で、かずみちさんの太いドリジンでバックからガンガン疲れて抱かれたいよね。キツネ204号さん、ジャブしないで。キツネ150号さん、布団においそう。キツネ181号さん、七輪でかわらわらわら。キツネ35号さん、キャメラ届いた？キツネ29号さん、ワドちゃんはヒゲが似合い、スギヤはダンディア。キツネ75号さん、頭頂部もそれか。キツネ205号さん、ワドってなんでそんな考え方ブレブレなの？考え方ブレブレかな？そう。キツネ183号さん、カメラが届くなら待とうよ。キツネ206号さん、自動変換かずみちわら。
キツネ194号さん、ことか監視中。キツネ7号さん、どう見てもイケメンですね。キツネ205号さん、言ってることよく変わるじゃん。キツネ201号さん、つむじのとっこ、白髪いっぱいだね。キツネ200号さん、往年のナレスラー体型。キツネ181号さん、来月は確定申告するの？ね、来月確定申告の時期じゃなくない？早くないか。キツネ176号さん、のりこより若いので、のりこに内緒で抱かれたいよね。キツネ159号さん、ことかさん以外に体重あるんだね、50kg。キツネ207号さん、汚ねえ頭。キツネ7号さん、181号、それははずい。キツネ194号さん、朝の先生に消え無いと言われてたよ。キツネ150号さん、確定申告討論、水にやぶとサメ島としたのに確定申告しなかったゴミ。キツネ181号さん、再来月か。キツネ207号さん、申告できないほど主入りねえんだよこいつ www。 キツネ208号さん、参戦地方系ドリジン。キツネ209号さん、気色悪いんだよお前。キツネ75号さん、ことかと付き合えよ、劣化して捨て頃なってから拾ってやれよ。キツネ182号さん、ハゲて深刻わらわらわら。キツネ194号さん、今日は特殊メイクしたおばちやむいないの。キツネ205号さん、ことかは声が無理。キツネ94号さん、噴監督キモ。キツネ7号さん、なんだかうっちですね。キツネ194号さん、ことかは父がなさすぎ。キツネ181号さん、朝の先生と乳輪の大きさ同じくらいだな。キツネ94号さん、よ、ナマポ。キツネ150号さん、年金払ってないとお前警告来てるだろ、差し押さえされるぞ。キツネ159号さん、ことかツイッターアカウント3つあるけどなんでだろう。キツネ35号さん、キャメラも収入やから忘れないでね。キツネ209号さん、勘違いナルシスト。キツネ194号さん、髪の毛が傷んでるぞ。キツネ194号さん、キャメラもうやめろや。キツネ182号さん、え、ナマポなの？マジでわらわらわら。キツネ150号さん、オナルーナカ。キツネ181号さん、年金は払わなくても差し押さえはねえよわら。キツネ210号さん、和道先生はドツアット銀河。キツネ194号さん、気持ち悪い顔のおばちゃん今日はいないのか。キツネ194号さん、ヒゲそれでいいだろ。キツネ207号さん、ヒゲ抜くなんてオカマかこいつ。キツネ75号さん、カズミチそろそろ配信どころじゃなくなる。キツネ194号さん、やっぱり赤髪がいいよ。キツネ181号さん、ドス黒い乳首だな。キツネ211号さん、ボロクソアロスワラ。キツネ212号さん、また千葉スタイルから来ました。キツネ194号さん、全部赤くしてくれや。キツネ208号さん、そのお粗末なおティンコではオフパコは無理だな。キツネ182号さん、ナマポでどうやって監督なるの。キツネ53号さん、ハゲてるじゃねえか。キツネ159号さん、ことかって実物綺麗だったか教えてくださいね。キツネ213号さん、だらしない体だね、あはは。キツネ176号さん、のりこに内緒ならのりこなんかより満足させられるよ。キツネ207号さん、むちゃくちゃ気持ち悪い胸毛 www。 キツネ75号さん、年には勝てねえな。キツネ158号さん、ママ取って汗水垂らして働いてる人の税金奪ってるでしょ、最低じゃない。
キツネ74号さん、すごいハゲだ。キツネ63号さん、キモい。キツネ150号さん、7と5年目。キツネ181号さん、来たね。キツネ117号さん、手の音、今ね。キツネ74号さん、目がいやらしい。キツネ214号さん、仕事しろよ。キツネ194号さん、何塗ってんだよ。キツネ74号さん、確かに胸毛は痛い。キツネ181号さん、化粧水か。キツネ215号さん、大したことないのに裸体さらすとか、もうナルシストすぎて草。キツネ209号さん、よりキモ。キツネ207号さん、胸毛から納豆の匂いしそう。キツネ216号さん、両手がなんかラズベリーの匂いするらしいよ。キツネ182号さん、5年目ナマコ、わらわらわら。キツネ194号さん、てっぺんがやばいな。キツネ213号さん、ハゲ取るやないかい、あははあはは。キツネ7号さん、すごいうっち。キツネ63号さん、お前バカなの、こじきくん。キツネ74号さん、アンチコメはスルーする弱い配信者。キツネ194号さん、ちゃんと風呂入ってんか。キツネ181号さん、ラズベリーは。キツネ150号さん、ナマコ13万とノリコから15万毎月。キツネ214号さん、いつ来てもつまんねえな。キツネ10号さん、胸毛から納豆の匂いしそう。キツネ73号さん、タワクの過疎配信者髪型イメチェンして、一気にリスナー減ったから慎重に髪切ってくださいね。キツネ205号さん、なんで iOS のバージョン上げないの。キツネ158号さん、モンちゃんの実家がお金持ちだから付き合ってんの。キツネ217号さん、おはようございます、機材届きましたか。キツネ75号さん、そろそろアイテム投げてやれ。キツネ218号さん、これが海岸 1EW。 キツネ74号さん、いい年したやつがモンちゃんとか呼び慣れたいわ。キツネ194号さん、知恵遅れの囲いアイテムやるや。キツネ205号さん、読み上げが古い iOS の声じゃん。キツネ219号さん、監督お疲れ様。女の子はいつまで経っても女の子なんだよ。キツネ181号さん、監督さん、ゆかちーとセックスできる。キツネ7号さん、何をしてるんですか。キツネ63号さん、キツネの意見が皆さんの言葉。キツネ194号さん、ゆかちーは無理。キツネ182号さん、和道旅団アイテム投げてやれよ、わらわらわら。キツネ176号さん、のりこに内緒なら機銃さんに抱かれまくってお金も貢ぎたいよ。キツネ115号さん、床屋行ってるうちに届いたらどうすんの。キツネ220号さん、オフパコありがとうございました。キツネ162号さん、アンチは見ない方がいいのに、いつまで経ってもマシ和道潰れないよ。キツネ75号さん、女の子は。キツネ150号さん、のりこのマンコは納豆の匂い。キツネ194号さん、何でのりこは風呂1週間も入らないの。キツネ181号さん、グラマーな AF が好きなん。キツネ208号さん、のりこって何歳なん。キツネ73号さん、ワド31回を愛してみたい。キツネ219号さん、花火の時間です。キツネ221号さん、ハゲとるやん。キツネ63号さん、皆さん無視するか。キツネ194号さん、和道は OP のサイズは問いません。キツネ74号さん、無視よ。キツネ162号さん、和道のアンチってマジでねえの。キツネ75号さん、のりこが余計知恵遅れがバレるだけで、のんちゃんなんて呼んだら。キツネ222号さん、ハゲとるやんけ。キツネ7号さん、アナンの表紙のおっさんですか。キツネ115号さん、昨日どれがバカにしてた。キツネ221号さん、ハゲとるやんけ。キツネ74号さん、ハゲがかわいそう。キツネ223号さん、なんやその目は。キツネ35号さん、天ギフ届いたのに届いて変ことにしたらあかんよ。キツネ224号さん、のりこのあそこはブルーチーズ。キツネ162号さん、見ないのが一番聞いたの覚えてないの。キツネ117号さん、ハゲコメントには敏感わらわら。キツネ150号さん、のりこ薬飲んでんのに運転するクズ。キツネ219号さん、ハゲっていいかな、いいとも。キツネ225号さん、なんでそんなに顔面センターなん。
キツネ75号 3AF 顔がなだめ。キツネ226号3人生崩壊かいそうなやつやなハゲ。キツネ54号3アンチの根性には感心する。キツネ162号3見ない米しない潰したいならこうしろ。キツネ73号3ワドさんどんな女が好きですか。キツネ74号3髪質からしてハゲるしハゲとる。キツネ225号3これをハゲとは言わんよ。キツネ216号3頭頂部薄くなってるわら。ジュディマリのユキ。キツネ224号3ノリコのあそこにハブリーズ。キツネ159号3今だから白状します。カズミチの元カノのアブオダー抜きました。キツネ227号3おはようございます。おはようございます。キツネ150号3ノリコのあそこにハビキラー。キツネ194号3ユキとかノリコからおどやんすぎる www。雪は確かに持てる。キツネ75号3 162号取っておいてくれ。アンチはこれがやりたい深く考えるなって。キツネ63号3うわ口から消えてくれ。キツネ219号3ハゲコメしかないじゃないかよ囲いとして悲しいぞ。キツネ47号3抜いてるの。キツネ115号3キツネ224号3ノリコのあそこにエタノール。キツネ222号3ノリコ好きなの。なんで好きなの。キツネ73号3ノリコさんのスタイルいいのかもよ。キツネ228号3胸毛。キツネ117号3アンチで持ってるんだろこの枠。キツネ194号3ノリコっていつも何食ってるの。キツネ47号3胸毛で抜ける W。キツネ229号3 YouTube 用の動画見たけどなんあの気持ち悪い作り笑顔 www。 キツネ230号3気持ち悪いよ。キツネ150号3ノリコの金目当てのクズ和道。キツネ75号3確かにノリコは消毒した方がいい。キツネ194号3やっぱり赤い髪で同じやす。キツネ26号3いや普通に会話にならないって感じ。大変やね。大衆ってこういうもんだよ。もうちょい張り合いのある米欲しいよね。キツネ219号3監督は赤髪の方がいいよ。キツネ194号3こういうで赤い髪にしてくれ。キツネ231号3乾杯誕生日おめでとう。いやしかしあっという間だよな俺たち今年26だぜ。キツネ115号3鳥の餌食べてたよ。キツネ232号3胸毛も赤くしよう。キツネ231号3いやしかしこの前の飲み会もめちゃめちゃ盛り上がったよな。あいつ目覚めたら寿司にいたらしいぜ。キツネ224号3ノリコのあそこにハンバーガー。キツネ219号3黒髪だとハゲが目立つんだよ。キツネ231号3笑えよないや俺たちほんと幸せもんだよ。でかい夢があってそれを語り合える友達がいて女はいないけど酒はうまいし悪くない悪くないとは思うん。キツネ63号3ふわっちから消えて。キツネ83号326号張り合いのある米よろしく。キツネ103号3こいつ張り合いある米さばけんやん。キツネ73号3あそこにハンバーグってわらわらわら。キツネ54号3アンチの平均年齢って何歳ですか。キツネ231号3けどさ全然大した話じゃないんだけど俺お前に言わなくちゃいけないことあるんだよね。そういやさ飲み会の帰り道突如やってくるあの虚しさあれなんだろうね。あれやばくね共通くね。キツネ176号3ノリコと別れた後の和道さんの部屋でバックからガンガン疲れてその後に2000万とか貢ぎたいよね。俺ガンガンつくようなセックスしないわ。ごめんどうでもいいかや話しつのは。キツネ150号3アホ面わら。キツネ194号3俺今日は朝からストロング4巻目だよ。キツネ224号3ノリコのあそこにミートボール。
キツネに131号さん、ごめんな友よ、俺はもう行くよ、居酒屋だけの意気込みじゃゴミだ、お前も本当は気づいてるんだ、シラフじゃ語れぬ夢は惨めだ、現実は辛い、暗い時に苦しい。キツネ194号さん、ガンガンつかないから www、 キツネ231号さん、それでも妄想よりは眩しい、本気を出したらやばい、俺よりいつだって本気なお前がやばい。キツネ63号さん、キツネがみんなの本音だよ。キツネ231号さん、汗をちぎる涙ちょんぎる、そびえ立つビルに桜チルチル、飲み干すビール、時間が過ぎる、この街で迎えた6度目の春、今年こそ来年こそ何年生切れるつもりで生きてきたんだ。キツネ215号さん、ハゲてきたのは。キツネ75号さん、こいつのチンコチツの大きつ届かないから。キツネ233号さん、お前誰だよ。キツネ231号さん、今日が終わる、いや今が終わる、そう思えたやつから明日が変わる、真っ暗闇の未来に描き殴る蛍光ペンを求めて、半径0メートルの世界を変える革命を起こす幕開けの夜。キツネ49号さん、あれじゃつけないもんな www。 キツネ224号さん、ソフトにパンパン。キツネ233号さん、読み上げきれよハゲ。キツネ194号さん、すげえ一心不乱につくイメージ作られてるな W。 キツネ228号さん、手重くないですか。キツネ234号さん、痩せた。キツネ235号さん、今年で引退って本当。60キロ台に戻さないと。キツネ39号さん、金馬へ、バクソはザリガニの腐った匂い、うん、キツネ228号さん、今引退するんですか、うん、キツネ4号さん、家族のために配信を黙って引退したバブー達彦は偉いな。キツネ150号さん、のりこはてこ記憶抱かれたい BBA の囲いどもはてこ気の技見かけ、まあ、家族がいたらね、配信やめた方がいいかもね。子供のために配信やめてやれよ、もう10歳ぐらいになるんだろ。家族がいたらね、配信はやめるべきだよね。わかるよ、偉いよ。家庭を持つってそういうことなんだろうな。お父さんだよ。オフパコはいいや、そういう年齢じゃないよ俺も。なんかそういうのになんかこう夢を抱いてないかな。悪口言ってないよ、被害妄想強いんだって。悪口言ってないでしょ、ドレさんの。すごいよな、50代で若い女の子のケツ追っかけられるんだもん、すげえよな。いや、あの人普通にしてたらモテると思うのにな、もったいないよね。あー、俺の息子がコメントしだしたらやだな、やだな。いや、出たい人は極力出しますよ、出たい人は極力出しますよ。男官職、まあまあ、なんか僕はハニー大木の回が好きですね。ハニー大木推しなんですよ。ハニー大木。あ、ドレさんアート好きなの？あれ、画商やってたでしょ、あの人。画商やってたでしょ。アート詳しいんじゃない？レンズ届いてないね。
いや息子ではないでしょ、育ててないんだから。親父面するつもりないよ。嘘、裁判負けそうなの。まあまあ、誹謗中傷してる部位残っちゃってるだろうからね。あれは負けるっしょ。あとは額を抑えられるかどうかだと思うよ。生みの親って俺男だよ。いくつだろう俺が、20いくつの時だ。23、10歳。やべえな。事件だねこれはね。事件だな。おすすめ1位、初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。のんびりっすね若津。パパじゃないもん俺、パパじゃない、パパじゃないですね。ねえ、送ってないよ、送ってない。11歳か。じゃあ髪の切り行こうかな。髪の切り行こう。かわいいもかわいくねえも会ったことねえからわかんねえよ。バロロブロロって音拾ってる、いや俺はバツイチじゃないよ、バロロブロロってなんだろう。ブランドじゃないよこれ。あのアルーク5000円ぐらいのやつ、メガネ。ファッションダサい。行くか、じゃあ。どうだろうね。まあできる人だったから大丈夫だと思うけど、すごいできる人だったから大丈夫だと思うよ。営業してんのか。
やってるか。すげえな、休みなしでやってんだ。うん、まあ再婚してんだろうな。33、ちょっと一回 Wi-Fi 切り替える。見えてるか。切り替わった。行こうか。何人、女性経験人数何人ぐらいなの。10人ぐらいじゃないの。な、大体女数える趣味なんかねえよ。10人ぐらいじゃないのかな。そんなもんじゃない。あ、ぬっこ。45人多いね。夏の方だね。300人。え、なに、風俗に行って女抱いた数に数えるとか、すげえ。そんな悪趣味なことやらないんだけど。え、風俗行った数大体女の人数に入れるか。童貞だろそれ。童貞じゃねえか。服持ってねえんだよ。髪の切り行く。いや、風俗で働いてる人付き合ったこと2回夜系の人2人ぐらいいるかな。全然偏見ないですね。あ、3回あるか。1、2、2回か。2回あるね。全然抵抗ないですね。1000円カット近くにありますよ。1000円カット。服、パーカー欲しいかな。ありますね。水商売の人が一人もいないんだよね。飲み系の人、キャバ嬢とか一人もいないかな。演者の前でスタッフは腕組んだらダメだよ。何の話してんすか。おはよう、旗ありがとう。今日午前中届くかどうか分かんないね。
いや、いつ届くか分かんないよ。購入になってるだけで、いつ届くかは業者しか分かんない。業者と買った人しか分かんない。これは分かんないよ。髪切ったら家戻るね。オーナメントありがとう、アイテムありがとう。分からないね。あの、買った人しかデータ、個人情報だから。戸田恵梨香。まあ、せちがらいよね。恋愛で貧乏とかあんま関係ないと思うよ。いい人探しない、いい人。月100万とか貢ぎたい。貢がれたいな。大塚のピンサロで化け物に当たった。当たったよ。あれはすごかったよ、うん、今から髪の毛切ってくる。どうしよう、単発にしようかな。どうしようかな。バランス整えるか単発、どっちがいいかな。前髪残した方がいいかな。あ、まあまあまあ、羽の切れ目は縁の切れ目か。まあそれはあるだろうな。ソフトモヒカン？いや、髪は染めないよ、切るの、うん、いや、ピンサロとか分かんない分かんない。池袋とかそんな風俗行かないもん。前髪はすいちゃダメ、了解。じゃあそれでお願いするわ。じゃあ長さ整えてもらって、サイドだけ、サイドと後ろバッツリカットするわ、うん、いや普通に切るよ。もう散々やったじゃん、スキンヘッドとか坊主とか。もう時代変わったんだって。そういうのは若手にやらせろよ、若手に。じゃあここで配信切ります。皆さん楽しかったです、ありがとうございました。また見に来てくれる人はフォローよろしくお願いします。 Twitter と YouTube もフォローしてください。それじゃあお疲れ様、おつ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 、ありがとね。また髪の毛切り終わったら放送すると思います。